やらないか。ランルーム、やっていきます。これは迷宮から脱出するために、ただひたすら扉を開けていくというホラーゲームです。さっきちらっとやってみたんですが、めちゃくちゃ怖かったです。それじゃあ早速やっていきましょうか。プレイ始まりました。私がなんでこんなところにいるのかは知りませんが、状況的には映画のキューブに似てますね。そんじゃ行きましょうか。扉がありますので、どれか一個選んで進んでいくというわけです。まあ、一個じゃなくてもいいんですけどね。一個でも、二個でも、三個でも、ね。そんじゃこっちから行きましょうか。笑い声がする。あ、キーが落ちてる。拾っていきましょう。このキーがあれば、こうたまにさ、鍵閉まってる扉があるんですよ。でもこのキーがあれば開けることができます。これ、例えば閉まってるんですが、キーを使えば開けることができます。で、注意したいのが、このマップにモンスターが徘徊していますので、遭遇したら、まあ、運が悪かったと諦めるしかないね。写真かな？ランプ。近いな。どんどん行こう。モンスターは扉を開けてきますので、要注意ね。あと、俺の音を聞いてるから、むやみに走ったりするのも NG かな。何も入ってないか。お？刃物か。ロックド。こっちは？開いた。この BGM もないしさ、このドアが開くときのさ、きしむ音が怖いんだよな。リアルで。ウェルカム！こっちかな？閉まってる。開けてみよう。あ、ここさっきのところか。なんだよ。そんじゃ行きましょっか。で、一番最後の扉を開けることができれば、ゲームクリアとなります。何かを引きずってますね。モンスターは近くにいるのかな。結構閉まってますね。そんじゃ、こっち側行ってみようか。こう、同じような光景が広がってるんで、なんだろう、方向感覚が狂ってくるんですよ。まるで樹海のように。一回行ったところにはもう戻れませんね。何もなしか。扉がさ、まるで玄関みたいで気持ちが悪いな。うわ、眩しい。ゴキブリがいる。でけえな。でけえゴキブリがいる。お、鍵があった。ゲッチュ。サンキュー。ロック。閉まってんな。結構閉まってる扉が。お、多いな。オープン。近い。どこだ？いるのか？いないか。よかった。遭遇したら、逃げらんねえからな。なかなか。ハロー？これは、あ、レンガ！いいっすね。レンガを投げつければ、モンスターがひるむんで、逃げることができるんですよ。ただし、一回きり。閉まってんな。開けよっか。メモがある。エグゼット、こっちか？ラン！閉まってんな。暗。お、キーゲット。サンキュー。こっちかな？エグゼット？
なんだ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 、扉が開く音がした。この奥か、奥にいるのか、いないか。もうなんだよ、もうビビらせんなよ本当に。たくよ、もうびっくりした。これは写真か。鍵が3枚ある。あ、な、投げちゃった、投げちゃった。ちょっと嘘だろう、のぞみの光が。ちょっとちょっとちょっと、いるじゃんそばに。勘弁してくれ。あ、ボックスがある、入ってますように。神様ありがとう、レンガゲット、助かった。まあ助かったってわけじゃないけど。おらおら、バイビー。逃げっぴ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 、オッケー、いいよ、ロックトロックトロックト、アディオスバイビー、ロックト、嘘だろこれ、バイビー、オッケー。危ねえ、逃げた、やったぜ。まさかあのモンスターから逃げられるとは思ってなかった。逃げよう、できるだけ遠くへな。あ、そうそう、嘘だ嘘だろ、よいしょ、おおしょ、あった、いって殴られた、あぶね、あっぶね、ロックトロックト、嘘だろ、あぶね、あぶね、あ、行き止まり行き止まりか、やるなあいつ、あんの野郎結構難しいぞ。よし、じゃあ今度は本気でいきましょうね。本気もクソもねえけどさ。お、いいね、金2個拾った。これドア開けっぱの方がいいのかな。ホラーゲームは基本開けたドアは閉めるっていうのが鉄則なんだけど、このゲームは開けっぱの方がいいな。あ、鍵いっぱい、お、やった、17個もあるいいっすね、鍵17個ゲットした、開け放題やん、やったぜ。今回はうまくいくんじゃないか。17本も鍵があればたくさん開くからな。だけどマップがどんだけ広いかわかんないからね。写真ゲッチュ。こっちは、これはドラム缶か。ただむやみに開けてるとどっかで鉢合わせるんじゃねえかな。そんな心配が、指摘が、うん、ならない。ああ、右に行こう、ロック、どんどん開けようぜ。何もなしか、音がしないから怖いな。モンスターとの距離は遠いのかな。キーゲット、レンガなしか。オープン、ハロー、あ、ノイズ、ブラウン管テレビか。オッケー、オープン、写真がある。写真は全部で12枚か、これが2枚目。お友達か、わからんな、行こう。あー、こっちか。結構広いよな、部屋の数が多すぎるぜこれ。開けちゃうよん。これは、おお、プレゼントボックス、なんもねえか。まあさすがにもうねえよな、あんなに鍵がいっぱい入ってることは。何もなしか。たた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 、あ、なんだよ今の、脅かしやがって。やめてくれよそういうの、ビビるから。お、怖っ、どっかにいるな、近く。マグカップ、ナンバーワンダッド、ナンバーワン父ちゃん、
3962、なんかの番号でしょうか。もらっておこう。あ、割れちゃった。ちょっとモンスターは音を聞いてるからバレるって。居場所が。逃げよう、できるだけ遠くへと。こっちは3962、出口の暗証番号かな。わかんないけど覚えておこう。これはピザ？うまそうだな。お腹空いてきたな。この部屋も何もなしか。扉はこれ閉めた方がいいのかな。そんな感じがしてきた。キーゲット。モンスターはいねえな。ロックド。ゴキブリ。お、こっちか。なんだこれ、罠か。これ罠だよな。トラバサミ。あ、近い近い。よかった、バレてない。これ罠だよな、絶対に。おい、ちょい、アディオス、バイビー。あ、嘘だろ、嘘だろ、ノー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 、バイビー、アディオス、バイビー、さよなら、バイバイ、また明日。無理か。逃げらんねえよな。なんだあいつ、突然現れるからさ、怖いんだって。マジで。ロックド。やっぱりこれ、閉めた方がいいな、多分な。これは暗証番号。さっきの3962を入れてみようか。3962。あ、開いたわ。ここはなんだ、写真がいっぱいあるんですが、ん、誰かの写真か。ゲーム実況者？もしかして。これは？あ、ブラックライト。これゲーム実況者ですよね。何この部屋。金庫の上に、え？三日月ゴキブリドア。何でしょう？あ？なんかの暗証番号かな？番号か。わかんねえな。ははは、は、コード。なんでしょう。わからんが、ここは隠し部屋っぽいな。日本人がいる。知らねえ。誰だろう。ま、そんじゃ、行きましょうか。誰だ、これ。あ、YouTube か。はい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 。オーケー。それじゃ、行きましょうか。金庫の開け方がわかんないな。あ、そっか。一番端っこに行くと、こういうのがあるんだ。おっと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 終わった。あら？え？入ってこねえの？おい。なんだその格好は。耳なし法一か？ホッケーマスクをかぶって、手には武器を持って。パンツかわいいなお前。ハート柄か。いいセンスだ。だが、そこどいてくれないか。おい、俺出らんねえんですけど。ちょっと。
こっち見んなよ。出らんねえじゃん俺。ほら来いよ。怖っ。おっ、びしょびしょ。そっか、ここは隠し部屋だから入ってこらんねえのか。恐ろしいな。あ、いった、危ねえ危ねえ、いった。なんだよあいつ、気持ち悪いモンスターだな。怖えっつうか難しい。出口はどこなんだろうな。一番端っこの扉でもないから、どっか真ん中の方なのかな。もうちょっとやってみようか。あ、これはキー、キー、キー、ゴールデンキー。あ、これはゴールデンキーか。金色の金だ。金色の金ってなんだ。金色の鍵。そっか、ここが出口か。そんな気がする。だがゴールデンキーなんて俺持ってねえから、どっかから探してくるのかな。おおおお、近いぞ、やつが近い。ここはエレベーター。あ、エレベーターがある。なるほど、多分ゴールデンキーであそこを開けてブレーカーをオンにして、エレベーターを作動させて脱出っていう感じか。分かってきたよ。だがゴールデンキーがどこにあるかは知らないし、それを見つけても、あ、投げちゃった。ここに戻って来られる自信がないです。だって同じような光景だもん。分かんないよこれ。キーゲット。ゴールデンキーはどこでしょうね。ハロー、あ、いるし、危ね危ね。遭遇するな結構。あっぶねー。しかし見つかんねえな。あー、ちょっと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 、やめて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 、ストップ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 。あ、しつけなあいつ。いや、これむずいぞ。部屋の数は相当あるから、この中におそらく一部屋だけあるんだろうな、ゴールデンキーが置いてある部屋が。で、それを見つけ、かつ脱出の出口も見つけっていう感じだよね。いや難しい、でも結構怖いな。 OK、それじゃあ今回はキリがいいから、ここら辺までにしときましょうか。最後に高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。ご意見ご要望はツイッターまでどうぞ。それじゃまた。